二代目、三遊亭演唱文久二年八月十二日は、落語家。本名、小形清二郎、または、万蔵。本所は、立川に出生。当初は、袋物都政を営んでいた。父は、小形玄蔵。最初は、初代三少亭、枯渇の門下で三少屋主義継といい怖い女子。初代、三遊亭演唱の門下で、初代竹林亭虎生。 三遊亭花池を経て、初代立、花山戸和夫となった。天保十二年頃、二代目、立川縁馬の後ろ立てで二代目、三遊亭炎章襲名。はじめ、四谷に墨頭部の形が木魚に似ているところから、四木の炎章と呼ばれた。後に、湯島の大根畑に移った。縁朝全集の中では、天いの引き窓、畳水蓮が炎章作で、他にも、 類造蔵も演唱の作だという。落ち話の作は二代目、立川演馬編、昔話統制水、古伝などでも知られる。怪談話も、得意とし、瀬田直し、長五郎、桜総五郎なども演じた。芸に対して熱心だったことが、三遊亭窓川佐の名人比べに伝えられている。晩年は、病がちになり、不いな生活を送ったが、その際、 縁朝は恨みを忘れて、手当てを送った。没後も遺言に従い、三遊派が勢いを盛り返した、慶応元年3月21日に奔走を行った。三遊亭窓家氏は養子。盲目の娘は、修正縁朝が世話をしたという。なお、炎症の名跡は、縁朝の弟子の初代、三遊亭窓家学が襲名した。ありがとうございます。